国際交流員の着任式が日南市で行われました。日南市国際交流員に任命する。着任したのはアメリカ・コネチカット州出身のマイケル・スタインさん23歳で、崎田市長から辞令の交付を受けました。これからアメリカの文化をいろいろ紹介させてください。どうぞよろしくお願いします。この国際交流員の採用はクレアを通じて20年以上も前から行っているものです。この後、市長や副市長へお土産をプレゼント。今後はまだまだですか。いやいや、つまらないものですかって物が出せる時点で大したものです。マイケルさんは大学卒業後、アンドーバー高校で日本語を教えていた経験があることから日本語ペラペラ。ものすごく緊張していますけど、頑張りたい気持ちもありますので、頑張っていきます。コミュニティのみんなが楽しめるイベントをいろいろ企画したくて、姉妹都市との関係も深ませたいと思っております。国際交流員の任期は8月5日から2014年の8月4日までの予定です。